あれは何だ。評議員たちはあそこから聖なる鍵の奉納を見守るはずだったのだ。大いなる旅立ちの始まりをな。鍵はまだ使われていない。鍵を見つけろ。中に入らなければ。では行こう、アビタ。突入手段については考えがある。
だが今手を打たなきゃ、お頭がリングを作動させちまう。そうなりゃ俺らは全滅だ。タルタロスはコントロールルームに籠城している。鍵ならあるんだな。これがさあ、バンシーで援護を頼むぜ。どうせ歓迎はされん。
一言でも喋りやがったらその目ん玉をえぐり出すぞ、うん、お前の方はそんなもんじゃ済まないがな。アルタロス、やめろ、うん、バカな。鍵を置くんだ。大祭司様に背けというのか。エイローは預言者たちが歌っているような代物ではない。ああ見た、それは異端者のセリフだぞ。そうか。オラクル、ヘイローの目的は何だ。死ぬ。お前は黙ってろ。はいはい、お手柔らかに頼むぜ。そのお粒を吹っ飛ばされたくなきゃそいつらを下がらせろ。ほら続けな。聖なるリングとは何なんだ。あ
パラサイトの発作となりうる生命体を排除し、フラットを無害化するためフォアランナーによって作られた最終兵器です。リングを作った者たちは、フォアランナーはどうなった？万策尽きた。私の想像シワリングを作動させました。その結果、彼ら及び銀河系の半径3倍以内の全知的生命体は消滅しました。計画通りです。関連データをご覧になりますか？タルタロス、預言者たちは大嘘つきだぞ。そんなはずない。大いなる旅立ちは始まった。そしてエリートではなく我々ブルートが預言者様と行くのだ。あれは何？リニコンです。何に使うの？超高速の通信システムです。周波数は。通信って一体どこと？他のリングとです。
説明して。ベイルセーフプロトコルです。緊急シャットダウンが実行されるとシステムは自動的に待機状態へと移行します。つまり現在全てのリングは遠隔操作が可能な状態です。遠隔操作？ここから？ご冗談を。聞け、ティンカーベル。もしお前が。ではどこ？リングの遠隔操作はどこなら可能なの？オークです。当然でしょう。でそれは一体どこにあるんだ？何者かが接近中。船体は識別不能です。味方でなければ排除しろ。こちらスパルタン117。聞こえますか？オーバー。その通信を拾え。マスターチーフ、君はその船で一体何をしているのかね？ケリをつけてきます。いいわよ、始めて。